けど競馬が好き。はい、構造チャンスです。構造チャンス、構造チャンスです。構造じゃなかったらどうする名前。確かに。はい、浦和の4レースやります。スタートの左 1500m の全11頭でございます。で、私はですね、6番のパトウォンがいいなと思って、時点で11の北マクフィーがいいと思って、北マクフィーが5番人気の 10.3 倍だったんですよ。なんで6を単勝1000円かけて11を副賞で1000円いこうと思って、いざかけようとしたら、なんとびっくり、11のキタマクフィーが3番人気に上がっちゃってまして、これはもう副賞にしてもしょうがないなと思って、でパトフォンが5番人気まで下がっちゃったんで、まあ、どっちが来てもいいようにもう単勝で1000円ずついきました。はい、はい、私は単勝8500円。はい、単勝ってしびれるね。うん、10番人気 43.0倍。うん、これはでも熱いよね。買ったらね、当てて構造に返すよ俺は。どうやって構造に合うんよ。500円、当てて返してみせる、あざっすみたいな、利子つけて返す、倍にして返しときゃしたっつって。ああ、もうそれぐらいありますよ。世の中そんなうまくいかないのよ。そんなことやってたらね、世の中のね借金してる人たちはね、みんな競馬で返せる計算になっちゃうから、ギャンブルで。確かに、うん、ダメ人間、うん、ザダメ人間。まあ誰かさんは勝って税金払う言うとりましたけどね。ねえ、払えなかった。払うどころか全然払えなかった。国民健康保険も来てびっくりだわ。あ、そうだね。なんか今月ってさ、きついよね。今月、うん、先月に届くのか。6月に届いて7月から支払いが始まるよね、うん、当てないと。いやー、なんか生きてるって感じするね。もう1000万ぐらい当てたいんですけど、うん、息するだけで金かかってるもんな。そうっすよ、そうっすよ。ダイエット順調なんですか。うん、まあ進んでないね。進んでないね、その感じ。今なんかこういうのつけてほしい。進んでないね、全く進んでないね。ちょっとブーブー言ってんじゃないの。ちょっと見た目が今デブに見えるってこと。失礼じゃない。いやいや、今コメントにめっちゃ来てる。来てねえわ、リアルタイムじゃないんだわ。めっちゃ来てるコメントで。太ったっていう。やめて、ここにスクロール、多分誰も見てないと思うけど、コメント風な動画一時期なんか一人で流行ってたじゃん。やったね。誰も見てない言わないでよ。やめとけとかさ。誰も見てなくないよ。また外れたとかさ。うん、始まりますね。6、11、8、はい、どれか1個当たればいいんですよ。そうですね、6と11よね。6、11、8が来たら奇跡だよ。8、うん、グリーン歌わなきゃ。なんで。奇跡といえば、あ、グリーンね。ちょっとフリーな。スタートある。だってなんかそんな感じの 8めちゃくちゃスタートだし、なんか良さそうだった。本当、うん、8、いけ。なんか圧倒的人気馬が1頭いるのかな。8いけ。9がね、8いけ。9が 1.9 倍ですよ。9、うん、9逆走しろ。9倍。逆走しろ。事故逆走したら行ってんのかな。先頭6、11、8ね。なんか浦和競馬1と3はもう終わった。終わった。浦和競馬なんかあれだね、迫力あるね。6、あ、いいじゃん。6、11、いるよ。来てる？うん、来てる。来てる？来てる。来てる？来てる。やっと勝てる？来てる。え、その真ん中におるの何？6、11。あ、8もいるじゃん、うん、いいとこ。8もいいとこいる。8もいいとこいるじゃん。どげほら、ここで9が上がってくるんだって。一番人気が上がってくるんだって。あ、8落ちてきた。早い。早いな。いや、他が早いだけなのかもよ。別にペース変わってないのかもしれないよ、もしかしたら。8が下がってきた。下がってきた？もう。ダメだ。ちょっと6と11に期待しよう。6と11に期待しよう。これで 2,3 着なんでしょ、結局9が来ちゃったりしてさ。あれ圧倒的に言ってんの9じゃないの。
違うのかな、いってる、9、9だよね、11粘れ、11頑張れ頑張れ頑張れ、もう11の勝負だよこれ、今日のヒーローはお前だ、頑張れ11頑張れ頑張れ頑張れ、あでも8も頑張って上がってきてるじゃん、いやこの差はきついっしょ、11じゃない、あ 9だよ、あ9か、9だよ、うわ圧倒的やな、強いね、9、11、あ惜しかったね、次は8じゃない、マジほら副賞にしとけばよかったじゃん、3倍だったもん、副賞にしとけばよかったじゃん、3倍だったもん、3倍なんかかけてもしょうがない、え3倍なわけなくない、3倍だった57.4 倍だよ、3倍だったら俺も復唱行こうと思って9、なんか見間違ってない、 10.3 倍だよ、あれ上がったね、57.4 倍、うん、10.3 から18.8 だよ、何結局3着何が来たの、8じゃん、でもダントツ9だわ、あで次が11か、でも11を副賞で買ってもな、9 11、でも多分8だて、8来たて、まあ、圧倒的に1番と2番と2番と3番の差がある、ね、差がやばいね、8でしょ、ほら8だ、8 5 7 10、あらあらら、我々惜しいとこは行ってるんですよ、副賞買っとけば当たってたのに、だから3倍だったなって俺が見た時そっか9個、うん、やっぱ 1. 何倍の地方の馬はちょっと硬いのかな、いや分かんない、どうなんだろうね、私も構造さんから500円使ったんだと2000円しかない、私2000円使っちゃった、いやそっか、まあしょうがないかな、これはまた外れたね、いや当たんないね、当てたい、番組的に当てたい、そうだね、うん、こればかりはね、でも8副賞か、でもかけなかったら終わりだからねかけなかったらね、ねえ、あともうこのままもう一レースやろうかなと思いますけど、どうですか、いいんじゃないですか園田をやろうかなと思いますけどね、いやもう当たりたいね、もうだってこれで私2000円もう4000円使ってんだ今日1日で、そうっすよ、やばいね、やばいっすよ、やばいね、当たんないね、じゃあ次も構造チャンスでいいですか、いいっすよ構造2500円っすよ残り、でもあれだよね、こんな一瞬でさな当たることもなくなくしちゃうのもなんかあれだよね、うん、頑張りたいところですが頑張ります、チャンネル登録よろしくね。